ワンダー・ウーマンは同盟のアメリカンコミックスのヒロインを主人公とした実写版のテレビドラマ。2017年8月25日から CS 放送局衛星劇場にて空飛ぶ鉄腕美女ワンダー・ウーマン赤い旋風ワンダー・ウーマン日本未放送エピソードを含む全60話が放送される。 1> 第1シーズンのスチール写真第1シーズンが1976年から1977年までアメリカ ABC 系で放送され、第2、第3シーズンはタイトルをザニューアドベンチャーズ・オブ・ワンダー・ウーマンと改めて1977年から1979年まで CBS 系で放送された。日本ではフジテレビで第1シーズンが空飛ぶ 鉄腕美女、ワンダーウーマンのタイトルで1977年から1978年まで、第2、第3シーズンが赤い旋風ワンダーウーマンのタイトルで1980年から1981年まで放送された。また1991年頃にも、テレビ朝日にて、第2、第3シーズンがワンダーウーマンとして、平日夕方に放送された。ワンダーーマンは、 1941年、ウィリアム・モール・トン・マーストンの原作で DC コミックス社のアメコミのヒロインとして誕生したが、他のスーパーヒーローに比べ映像化はなかなか行われなかった。初登場は1973年開始のスーパーマンやバットマンが共に活躍する ABC 放送のアニメスーパーフレンズである。翌1974年、 ABC は当時プロテニスプレイヤーだったキャシー・リー・クロスビーを主役とし、90分枠の実写版、ワンダー・ウーマンを制作、放送。設定を現代に移し、コスチュームや武器も現代風のデザインにした内容だったが、評判は今一つに終わる。1975年、ABC は、設定を原作通りとし、元ミスワールドアメリカ代表のリンダ・カーターを主演とした。 ザニュー、オリジナルワンダー・ウーマンを制作。これをパイロット版とし、翌1976年から60分枠のワンダー・ウーマンとして連続放送化がなされた。1977年から1978年の第2シーズンでは放送系列が ABC から CBS に移り、設定が再度現代に変更され、ザニュー・アドベンチャーズ・オブ・ワンダー・ウーマンと解題して、 放送された。物語自体は ABC 版の続編となっていて、トレバー少佐役だったライル・ワゴナーが少佐の息子を演じているが、不老長寿のダイアナは本人のままである。ダイアナが現代の情報機関のエージェントとなったためにスパイアクション的な色彩が濃い。1978年から1979年の第3シーズンではダイアナが 普段もメガネをかけないことが多くなり、よりファッショナブルな装いになった。内容も SF 色が強くなり、当初の設定からの変貌が目立つようになる。その結果、シリーズはこのシーズンをもって打ち切りとなった。なお、日本では第二シーズンのエピソードの一本が、第二次大戦中アンダーウーマンのため被害を受けた、日本人が超能力を使って復讐する内容だった。ため、 未放映になっている。ABC 版のコスチュームに比べて、CBS 版のそれはより露出度が多くなっており、視聴者をアダルト方面に狙っている。CBS 版は体にフィットしたブルーのスイムスーツを着て変身するなどバリエーションが多くなっている。また、正常期をモチーフにした長く大きなサテンマントを着ることがしばしばあるが、CBS 版ではマントをまとって変身するシーンがある。 第二次世界大戦中、アメリカ合衆国陸軍省情報本部の腕っこき、スティーブ・トレバー少佐は、ナチスドイツのスパイとの空中戦の末、バミューダ・トライアングルにある地図にない島、パラダイス・アイランドに降下する。そこは、超人的な力を持つ、不老長寿の女性だけの種族アマゾンの住む島だった。女王、ヒポライトは、スティーブを故国に送り届ける役を、 スポーツ競技で選ぶことにするが、優勝したのは女王に内緒で出場していた娘のダイアナ王女だった。アマゾンの超人パワーは島の中だけに限られていたが、ダイアナは島の外でもそれを発揮できるゴールゾベルトを与えられ、透明プレーンを操縦してスティーブをアメリカに送り届ける。そこでナチのスパイとの戦いに巻き込まれたダイアナはアメリカに留まることを決意。彼女は、 情報本部所属の海軍中尉、ダイアナ・プリンスとなり、普段はメガネをかけた、野暮な姿だが、いざとなると正常期のようなコスチューム姿に変身し、ナチスドイツと戦いを繰り広げる。時は、流れ1977年、アメリカの情報機関イヤドックのエージェント、スティーブ・トレバー・ジュニアの乗った小型ジェット機が、テロリストの標的となるが、パラダイスアイランドの誘導で無事島に着陸した。 乗っていたのが、かつて行動を共にしたスティーブ・トレバーの息子であると知ったダイアナは、ジェット機を無事目的地に到着させる。イヤドックのエージェントとなったダイアナは、再びワンダー・ウーマンに変身して、世界の脅威となる様々な敵に挑む。スティーブは、ジョーシア・トキンソン部長が昇進するとその後任となり、ダイアナは単独で活躍する機会が増える。また、 双方向で会話もできるヤドックのコンピューター、アイラが活動をサポートするが、このアイラは組織で、唯一、ダイアナの正体を見抜いていた。各はリストパイロット版、第1シーズン、空飛ぶ、鉄腕美女、ワンダーウーマン第2シーズン、赤い旋風ワンダーウーマン第3シーズン、赤い旋風ワンダーウーマン日本版 DVD は、ワーナーブラザースホームエンターテインメントよりまた、Google プレイ、 アマゾンビデオ光 TV ツタヤ TV 等でデジタル配信予定。空飛ぶ、鉄腕美女、ワンダーウーマン CS 放送局衛星劇場にて8月放送スタート。ワーナー公式、海外ドラマ。 https://warnerbros.co.jp/.c/.news/.2017/.06/.1174.html2017 年6月23日閲覧。クラシック、海外ドラマ、衛星劇場。 http://www.eigeki.com スラッシ,ュ、e、シリーズ、アクションイコールインデックス&、ID イコール 13401&、カテゴリー、ID イコール62017年閲覧。アクセスデートの記入に不備があります。スーパーフレンズ、インターネットムービーデータベースハットワンダーウーマン。インターネットムービーデータベースハットザニュー、オリジナルワンダーウーマン。 インターネットムービーデータベース、ワンダーウーマンフークッドムーブザワールド、インターネットムービーデータベースハット AB、空飛ぶ、鉄腕美女、ワンダーウーマン、ワーナー公式、映画。2017年6月1日閲覧。ありがとうございます。